ジロラモデ・アンゼリスは、江戸時代初期のイエズス会宣教師である。1618年初めて、江戸地を訪問した欧州人でもある。イタリア・シチリア王国の沿ナ出身。1586年、イエズス会に入る。慶長7年に来日し、翌年から京都で布教する。慶長19年、京都、大阪及び加賀金沢藩のキリシタン70名余りが、 津軽地方に流され、この人々が、神父の来訪を求めたので、よく翌な元年、潜伏していたアンゼリスは、仙台からと道久し山のいる水卓、秋田を経て、宇州街道を北上し、津軽高岡在住のキリシタンを訪ね励ましている。現な元年は、東北地方に大飢饉が起こり、ルニンたちの生活は、悲惨を極めたと言われる。アンゼリスは、 1615.16 16年の日本年報において、この時の久保田藩の状態について、戦北地方に200人のキリシタンを発見したが、それらは7年前、伏見のキリシタンで佐竹氏に仕えたペイドロヒトミという武士が洗礼を授けたものであったと記録している。ペイドロヒトミはアンゼリスによって洗礼を受けたカトリックの殉教師であった。1617年には、 津軽に流された人々がその土地の人々を回収させた。津軽訪問後は仙台を根拠地とし、玄奈4年には第1回目の蝦夷地訪問を果たした。松前滞在の10日間の間に数多くの蝦夷に会い、蝦夷地の状況を調べて秋田に帰り、その詳細を10月に上司に報告している。玄奈5年頃には大部不況の主任となり、玄奈6年以降は 小花沢の延べ沢銀山や山形地方を布教。元羅7年には再度へ造地に渡り、報告書と地図を作成する。藍津地方でも選挙を行っていたが、元那9年12月4日、江戸において家計に処せられた。なお、同時代に、東北で活動したルイス・ソテロやフランシスコガルペスは、フランシスコ界の選挙士であった。1867年に副社に列せられた。 ありがとうございます。